瀬川八重門4代、瀬川八重門11月4日から1967年11月21日は、日本の資産家、実業家、政治家。八重門の名前は代々襲名されており、本記事に記載するのは4代目である。岩手県冷え抜き郡花巻町出身。出生名は修造。花巻町でも、有数の豪農を営んでいた瀬川家に、三代八重門の、 子として生まれ、父の死去に伴い1922年1月に家督を相続し、八重門を襲名した、慶応義塾大学経済学部を卒業。父が没した1922年の時点では、瀬川家は県下一の多額納税者であった。この時期には農家から貸金業に中心は移っていたと見られている。豊富な資金を岩手京弁鉄道。 花巻電機などに投資し、その役員となった。特に、岩手軽便鉄道に関しては、国有化の熱心な推進者であった。このほか森岡貯蓄銀行、花巻銀行の創立にも関与した。花巻町会議員を務めた。1925年に、貴族院議員に立候補して当選し、 同年9月29日から1939年9月28日まで2期、在任し、さらに1946年補欠選挙で当選し、同年9月20日から1947年5月2日の貴族院廃止まで在任し、通算3期15年間務めた。妹の浦子は、北海道大学学長を務めた、島前となりと結婚した。また妻のことは、 宮沢賢治のおばであった。ありがとうございます。